はい、皆さんこんにちは、村田です。今回もですね、 iPhone13 に対応したケースをレビューしていきます。それがこちらです。グリフィンから出ているね、タブケースのグリフィンサバイバーストロングになります。まあ、iPhone が登場してね、これからどのケースをね選ぼうかっていう風にね、皆さんネットとかいろいろ見てると思うんですけれども、一般的なクリアケースよりも圧倒的にタフなケースがこのストロングなんですね。もう名前の通りでむちゃくちゃ強いんですよ。何が強いって、落下から強くて、あと3メートル以上から落としても iPhone に、ね、致命的な損傷を与えないというね、飛び抜けた対象撃ケースになっています。そのあたり含めてレビューをお届けします。まだ僕の手元にね、新型 iPhone の端末が届いていないので、あくまでもケースのみのレビューとなりますが、ぜひ参考にしてみてください。それでは行きましょう、ゲットロン。はい、それではね、パッケージを開封していきます。これがサバイバーブランドの名前ですね。まあ、サバイバーと聞けば知っている人もいるかもしれませんけれども、対衝撃ケースっていう有名なブランドですね。海外のブランドになります。で、開けていくと、はい、こんな感じです。もう本当にシンプルなクリアケースっていう感じですね。普通のクリアケースよりもやっぱりちょっとね、ごつさというか強さというかね、重厚な感じがしますよね。とにかく売りはですね、この対衝撃性能にめちゃくちゃ強いということで、メーカー交渉値で3メートルのね、落下にも耐えられるってことらしいんですね。まあ3メートルって言えばバスケットゴールと大体同じぐらいの高さなので、そこからね落とすって考えると、まあ相当なね振動が iPhone に伝わると思うんですね。まあ、ただね、それを全然ね、びくともしないような、その対衝撃性能を誇るという。まず側面を見ていきましょうか。側面には、以前にも僕がレビューしたグリフィンのね、サバイバークリアと同じように、対衝撃性能というか、圧縮をね、こう分散させるような加工が施されています。これによって、こう側面からこう落ちた時に、衝撃をね、こう直に iPhone に与えるのではなくて、こう分散させてくれる。それによって iPhone に振動が伝わらずにダメージを最小限化してくれるっていうところがね、やっぱ強いんですよね。しかもこの背面なんですけれども、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、背面よりもこの周囲のこのエッジ部分がちょっと高くなってるんですね。それによってこう背面側からぶつかった時ですね、こういう風にバーンとぶつかった時でも、背面に直接触れるんではなくて、この側面の周囲のこのエッジ部分がどこかしらこう当たってくれて、もろにね背面にこうぶつかるってことがないっていうことなんですね。まあ、そこが非常に強いポイントですね。で、素材なんですけれども、先ほどお伝えしたこの側面部分に関しては、対衝撃吸収性能ですね、衝撃を和らげるっていうところで TPU が使われてます。こんな風にちょっとね、ぐにゃぐにゃぐにゃっと柔らかいような素材、まあ、ここはね吸収してくれるんですね。そしてこの背面側、こちらはですね、ポリカーボネート、硬いポリカーボネートになっています。しっかりね、このポリカーボネート、この硬い素材を挟むことによって、こう曲げてもこうね、曲げづらいような感じ、このしっかりポリカーボネートが型を形成してくれて、こう曲がらないような感じになっているので、しっかり中に入れた iPhone を、保護できるよ、歪みから保護できたりね、守ってくれるよというところですね。なので、このポリカーボネートとこの側面の衝撃吸収性能に優れた TPU、 この2つの異なるハイブリッドな素材が使われているというケースになってます。で、対衝撃性能の、ね、強さを、ね、物語る上で、ミルスペック、米軍の、ね、軍事規格であるミルスペックにも対応しているということで、まあ、落下テストみたいなものですね、それをクリアしているということで、しっかり、ね、信頼性のある落下に強い、ケースになっていますね。で、側面部分の、ね、ボタン類に関しても、しっかりこの TPU の側面のカバーが、覆われているような形状になっています。ボタンもね、傷つくことから防いでくれるっていう感じですね。で、このマナスイッチ、ここは開口部がもうつけられていますが、結構ね、狭いというかタイトに作られているので、指のね、大きなこう男性になるとちょっと操作しにくいのかな。どっちかというとこの爪部分でカチカチカチって切り替えるような感じになると思いますね。この下部の部分なんですけれども、この下側は、ライトニングポートが開口部、そしてスピーカーなんですね。ここもしっかり開口部が設けられています。ちょっと横にずらすとわかるんですけど、ここにもですね、素材がちょっと高くなっているので、
どっちかっていうとこの中に入れた端末が奥まってるっていう感じですね。なのでここからね下の方からぶつかったとしても直接ね端末には触れずにこのケースの周囲の方が守ってくれるっていうね感じになっています。で、このね覆われているボタン類に関してもちょっとねあの端末を入れてないので何とも言えないんですが、こう押した感じはすごく柔らかい感じがしますね。おそらくこのボタンのねこうクリック感というか、反応こう跳ね返りっていう部分も指先にちゃんと伝わるような設計になっているんじゃないかなと思いますね。使い勝手もなかなか優れているような、設計になってますね。でデザイン的な部分なんですけれども、このクリアタイプですね、このしっかりこう、ポリカーボネートが透明度が高いので中に入れたねこう端末もくっきり見えるような形になってますね。やっぱりね最初にね iPhone を購入した当初っていうのはその iPhone のリンゴマークだとかカラーの部分もやっぱり目で見て楽しみたいじゃないですか。まあそういった部分に関してもねやっぱこのクリアケースっていうのはとても優れていると思います。で忘れちゃいけないのがこのカメラレンズユニットの部分ですね。まあ大きくなったあのこのね13になってねカメラレンズなんですけれども、このねレンズに関してもやっぱりこの周囲のところが高くなっていることでレンズ部分をこう背面からねこういうふうに置いた時にカメラレンズが直接この机に触れるのではなくて、この周囲のエッジの方がケース部分の方が触れてくれるということで、ここも安心できるポイントなんじゃないかなと思います。でね、握り心地に関してはやっぱりこのケースの部分が iPhone の筐体よりもちょっとわずかにねこう大きくなっていたり、その厚みっていう部分も少しね持たせているというか、なるべく iPhone に触れないようにケース部分が厚みを持たせていることによって握った時に若干ね大きさは感じてしまうかもしれませんね。まあ、ただですね、まあ、その分だけ落とした時の落下に関してはめちゃくちゃ強いので少しね横幅を感じてしまうかもしれませんが、保護力を取るのであればクリアケースの選択肢の中ではめちゃくちゃありなケースの一つだと思います。はい、ということでグリフィンから発売された、めちゃくちゃタフな対衝撃クリアケース、グリフィンサバイバーストロングをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。もうとにかくね落下が怖い、これ落下でひび割れとか故障とかそういったものを防ぎたいというね方に関してはめちゃくちゃおすすめなクリアケースだと思いますので、この動画の概要欄に商品ページのリンク入ってます。そちらからじっくりと、製品集をご覧になってみてください。そしてこの動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。